お疲れ様です。今日はですね、こちらの小屋デッキにフェニモン入れてみた、やっていきたいと思います。さあ、ということで、ね、まあ、小屋でやりたかったんですけども、まあ、ゴブ小屋がね、そんなフェニックスに強くないのと、あと小屋だと、あれですね、ヒーラーエリゴレが今いるので、そう、半端なくいるので、まあ、そのエリゴレちょっと突破されちゃうなっていうので、まあ、ポイズンミラーとか、オーブンミラーで、エリゴレに対処できるようにしました。ってことで、こちらでやっていきます。まあ、フェニモンですね、結局は。フェニモンと、あとはムートマサニックで、もう、気づいたら、あなた終わりですよっていう、はい。のんびりやっていこうと思います。でも基本的には、もう、オーブンかな。まあ、小屋みたいな感じで、オーブン置いて、あとフェニックス、しとけばいいかな。このデッキも結局ね、フェニっすね。はい。さあ、来ましたね、これ。マジ、これに対して、ポイズン、まあ、じゃなくてもよかったんですけど、まあ、穴雨とか、ポイズン穴雨とか、まあ、ロケットとかがないと止めれんねえなと思って、こうしました。はい。まあ、ハイスピが意外と、有能か。おぉ、めちゃくちゃ頑張ってる。あの卵だけ欲しいな。あ、最悪。え、マジ最悪。あ、マジ最悪。やばい。おい、アイドルやめろよ、俺の卵に。おい、さあ、これは、チャンスターイム。逆にみたいな。固めてあげて、長生きしてもらって、タルババでね、さらに卵を延命して。さあ、来ました、小屋デッキ。小屋から生まれた、いっぱい生まれたこのフェニックスで、ワンパンしていく。一瞬怪しかったけどね。ヒーラーがちょっときついんですよね、小屋デッキは多分。お、やばっ。およ258なので、あ、もう呪文圏内か。さあ、ポイポイで終わりです。はい、あえて諦めましたね、ということで。まあ、めちゃくちゃ形組まれたらポイポイで守ればいいかな。はい、で、あとはマザニクもいるので、まあ、時間稼ぎも強いよねみたいな。さあ、これでちょっと強そう。どんどん行きましょう。で、一つめちゃくちゃいいなと思った技があって、マジで、まあ、マザネクってファイボに弱いんですけど、ファイボに弱いからこそファイボが飛んでくるんですよね。だからこそ相手がスケラーファイボだとか、なんでもいいんですけど、ファイボデッキ持ってると、マザネク出してすぐに文句出せば、文句の反射で、ファイボ無効化できますっていうのを、ちょっとさっき見つけたんですよね。まあ、今回相手がポイズンなんで、なんとも言えないんですけど、っていうので最近ちょっとポイズンが増えてるかな。やっぱ文句で反射されちゃうんですよね、ファイボもヤナアメとかも。そういったところで、ここ最近はちょっとポイズンが多い気がしますね。珍しく、うん、珍しくポイ環境の気がする。さあ、俺の相手は、おぉ、文句ファルチェ。あー、カウンター痛ぇ、これ反射。キラかな、ポイズンで、そうっすね、フェニモン、ファルチェ、ノースキラデッキがあったと思います。まあ、一旦オーブン置いとくか。ってことは、マザネクめっちゃ強くね、ポイズンだし。できるだけ相手のターンに近づいて、トイレタイムに入ると、ああ、よりいいかなと思ったんですけど、さあ、ディガポイなので、それはディガがあるわと。スケラではなくディガポイと。まあ、高回転ディガポイか。ディガポイだとね、オーブンそんなたまんないんですけど、まあ、オーブンにポイ使ってもらって、まあ、マザニクだったり、フェニックス無双できるといいな。まあ、ファルチョもいるからなんとも言えないんですけど、まあまあまあ。ワイグ。めっちゃ来るよ。そんな来る。おー、めっちゃ来るやん、マジで。さあ、マザネクにはポイズン打ちたいが、オーブンにもポイズン打ちたい。さあ、まあ、両サイオーブン置いていった方がいいっすね。オーブン置いて、ちまちま、いや、マジで、こっからっすかね。
ワインメイしたかった。あとフェニフェニもしたいんですけどね、これファルチェだと思うんで、ファルチェの釜これカウンターできるんですよ。お、いえ反射跳ね返して全部長生きしてる。お、いやなんか惜しいな、痛い。もっとなんかもっとなんかねあったと思うんですけど、さあまあまあまあ焦らず行こうぜ。さあ文句ファルチェカウンター、ここで言ったら全部残るでしょ。いやマジこのフリーズ強えな。いやでもカウンターしてるから熱い、え結構熱くねマジでさ、ムーとか壊れてると思いきや左も、いや右のフェニックスさ、あれどうなんだろう、あれ。おおフェニックス使った、コストがない。もうここからあの小屋小屋じゃないです、フェニフェニっさい、フェニ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 でフェニフェニで終わるっすよね、こんな。さあポイズン、ポイズン、ポイズン圏内か、なんならこの爆破ダメで、さあ上がっていく。いや怖いね、まあ、小屋小屋の言ったらメタデッキがディガポイなんですよね、まあ、でもそこに対してのなんだなんだあのフェニフェニか、もうただのフェニックスもそうでしたね、全然小屋の要素薄かったんですけども。さあ行きましょう、小屋小屋という名のフェニフェニです。さあオーブン置いて、オーブン置いて、てかな、てかまだ火砲来ねえのか、フェニックスちゃんね。さすがにこれは即緊急火砲でしょってこう言われてましたけども、おーロッケー、珍しいね、全然来ないっすね。墓石ロケか、まあまあロケットは文句で反射できるんでワンチャン狙いたいっすねこれ。さあドリルロケか、しかも墓石のちょっとが珍しいっすね、あんまりない方だな。アイスイズ、いやーちょっと珍しい方っすね、一昔前の。俺ワンチャン復活できそうな、ピャン、あー惜しい。うん、さあディガロケか、これ右下にこのオーブン置いたらロケ打ってくれるかな、一旦置いてみるか。サイスイズナイト、ここにロケをやめてほしい。うん、いやでもこれ相手フェニックスいない、もしかして、あこれ天才やるっすよ、フェニックス出してロケ誘って文句でカウンターします。おおやばっ、6ガードえぐい、来た、これもう終わりやろ相手。さあ罠にはまりましたね、お寿司、いややば強っ、これよこれ、これが強いのよ今の環境ね。あ変なムーブした。さあロケットを誘ってぶっ飛ばしていく、いややばい、だって今6アドっすよあれ、1コスで相手のロッコス無効っていう、そんなことありえます。でこれドリル、はい文句出して跳ね返す、はい、えお隣さんいるだけ、多分当たってなかったんでしょうね普通に位置が。まあ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 、でも文句いるとこういうねせこいっていうとあれですけども、まあちょっとずる賢くね勝てる道もちょっと多くなりそうっすねマジで。さあ、まあ、相手はこれロック打たなきゃ多分削れないんでね、そういう時はその間に攻めてあげてっていう、この勝ち方最強なんで皆さんちょっとやってみてください、誘ってね。さあ最強のロケット誘いっすね、まあ、相手がファイアボとかでも同じようなことになるので、いいっすね、ユニット出してから文句追加っすね。
ユニット出てから相手にロケ、大ロケ打たなきゃの文句。さあマジでこれえぐずるい技見つけたっすね。ここでなんならねフェニックス追加して文句追加もあるんですけど、よっちょちょちょ、やりすぎやりすぎ文句。いや文句強っ。まあなんでムート壊れるの普通に渋いっすね。さあまあフェニックス出して、さすがにロケとかではなさそうだし打っては来ないか。さあエリゴレのような顔してるっすね、まあ、ライドラ。うん、まあ来たらポイポイで守ろうかなって感じっすね。さあオーブン置いて、まあ、オーブンポイズンでもいいや、とりあえず範囲で溶かしていきたい。うん、いやー文句ムートでさ、ムートが壊れるんでちょっとなんとも言えないっすよね。つえ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 。さあ転がして、まあまだ耐えかな、さすがに。いやーいいよ。さあファイスピーがでかい、オーブンいっぱい置きたいですね。相手これゴブリンもいるな。エリゴレっぽいんですけどね、なんかエリゴレがいないかもしれない。いやもうヒーラーいたもんな。うん、おお、まあさすがにポイズンですか。でまたオーブン置いて、オーブン置いて待機っす。さあドラゴンセパですごい来そうっすね。延命したい。まあ小屋小屋なんでね、僕は自分から行く必要はないっていう、そんな。いやちょっと早すぎたかこれ。やべえ、変なとこで止まってる、あの子やばい。うわ、あの位置のドラゴンやだな。あれもうポイポイしたいっすねこれ。さすがにワンポイでいくか。さあワンポイでマズネクが時間稼いで、うわーいい、いいよ。え、ちょっと待って待って、めちゃくちゃいいはずなんだけど意外と突破されてるっていう。うん、さあちょっとオーブンで稼いでいこう。相手なんかポイズンとかのそういう呪文がなさそうなんで、この小屋系が多分うざいっすね。じゃあのゴブリン欲しかった。さあそろそろ準備していきますか。フェニフェニの舞をしたいんですけどね。やばいやばいやばい、フェニックスがあっち行ってる、フェニックスがあっち行ってる、やばいやばい、フェニックス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 、やばい。俺のあの小屋小屋とか置いてる場合じゃねえっていう、このお、ちょっと良さそう。反射も使って豚になれ、豚になれ、お前ら全員豚になれ、いけ豚。いやでかいよこれ。豚が増えるとライドラの感電も無効にできるし、なんなら相手のユニットこれゴブリン全部豚になって、あーやんま、あやんま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 序盤の3分が何だったんよ、マジ返すよな。フェニックス出しただけやん後半。オーブン何やったんマジでっていう、そういう試合。さあ全てを台無しにするフェニックス、えぐいね。結局はフェニックスミラーですからね。よいしょ、まあ、フェニックスミラー後半できれば勝てるっていうので、まあ序盤に本当オーブン置いて守ってるだけで最後は勝てるっていう、そんな感じっすね。まあ序盤おられることがなければ、ワンチャンファイボ。いやー、あーポイズンでしたね。さあ一応反射でダメージを稼いで、おもういとくか、いけらか
さあ、いやマジであの文句めっちゃ強え。あの文句マジやばいな。いていて、いて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 、文句がね、タケ取って80% 軽減で残ることによって、こういうフェニックスとかもね残っちゃうんでね、タワーの攻撃がない扱いになっちゃうから痛えっすね。結構痛えな。もう1200までいかれてるっすからね。さあ、せっかくマザネクもいてポイズンもあるんで、このマッチは勝ちたいっすけどね。ポイズンなんで跳ね返せないっていうのがあるけど、まあ、いっても良さそう。どうてか相手のタルババ跳ね返してるわ今は。マザネクに、え、やばいやばいやばい、来た来た来た、事故。てかフェニックスの攻撃早すぎてマザネクが無駄にできんっていう。え、やばだよね。やっべえ、タル跳ね返して勝ったわ。いや文句ね、マジこういうのがあるから、これにも慣れるしかないっすよね。俺も全然やっちゃうからな。さあ、まあマザネクがいるのでさすがに耐えれそう。これやべ、俺のタルも跳ね返るかもしれん。あぶねえ。さあファルチが、いやーやば。ぶっちゃけこれなんかね、負けてもおかしくないぐらいの試合だったんですけどね。文句が世界を変えていく。圧倒的にファルチの方が強いんですけど、ファルチじゃねえわ、フェニックスか。文句のこういうね事故とかを考えるのもなかなかよ。文句もさあ熱い文句ゲーだ。さあ今んとこちょっと文句で夢掴んでますね。負けそうな試合とかも全部跳ね返してる。さあ YT 一旦オーブン置くか。一応こやこやなんでね、このデッキも一応。さあ文句よいしょ、跳ね返すなよ変に。おお、まあ、そこまで痛くないのが救いっすよね、これ。えぐいダメージ入ってる感覚あるけど。140。さあ、ライドラは跳ね返せない。まあ、一回踏ん張って。さあ、来たっすね、フェニックス。やべえ、やばい、これもしかして。やべえ、ちょっと待って、うわやばい、マジで2秒でチンパにおられた。ありゃん、ありゃん。これは間に合いますか。あー、やばい、ちょっと待って、ポイズンめちゃくちゃ弱いじゃん。俺のポイズンポイズンで耐えるプランなのにポイズンポイズンで耐える前にご利用されたな。さあえぐいピンチですが、まあエリゴレのエリポンっぽいっすよね。まあまだまだ相手のフェニフェニで折れるんだからね、俺もフェニフェニあるよねっていう。さあ一旦耐えましょうか。耐えて、まあまあ、さすがにドヤンな気がするが、え、なんか思った100倍ぐらい突破されるっあー、タルババ帰ってきた。おい、おいおいおい、なんだこれ。
ちょっと待てよ。これもしかしてエリゴレがいない感じ？いやめちゃくちゃだったもんな、タヌキ。はい、フェニックス文句ゲーです。ざけんな、マジ見てこれ、エリゴレがいない。エリゴレっす。いやこれマジ犯罪っす、これ。ということでフェニモンをね、小屋に入れてやってみたんですけど、まあゴリ押しに勝てませんでした。はい、まあなんかポイズン今強いんですけど、やっぱ高回転ポイじゃない、こういうポイだとちょっときついのかなっちゅうので、まあロケとかの方がね、もしかしたらいいかもしれやせん。まあよければ皆さんもやってみてください。お疲れちゃんでした。まあ、ね。